すっごい、こんな場所があったんだ。なるほど、確かに素晴らしい景色ですね。僕の創作意欲も刺激されますよ。なんだ義経、また新しい物語を書くのかにゃ。ええ、この景色を見ていると様々なアイディアが浮かんできます。そう、例えば自由の翼を手に入れ大空へ羽ばたいた女性の話とか。何それ、面白そうにゃ。早く書くにゃ、今すぐ書くにゃ。いや、そう簡単には書けませんよ。まずはしっかりアイディアを練らないとね。そうだ、カムイ、あなたモデルになってみませんか。モデルにゃ。そうです、自由の翼を持つ女性、自由奔放なあなたにぴったりじゃないですか。羽も生えてるし。そうかにゃ。ではまずここから飛んでみましょうか。うん、わかったにゃ。飛ぶ、ここから、っていうかカムイって飛べるの。え、飛べるけど知らなかったかにゃ。ああ、飛ぶといっても鳥のように羽ばたいているわけではありませんよ。正しくは翼に模した器官でエーテルを制御し浮遊しているといった感じですね。でもさ、その代わり天気や風の影響も受けないし好きなように飛び回れるんだよね。だから自由の翼なのにゃ。そうだカムイ、ドライバーと一緒に飛んでみるというのはどうでしょうか。一緒に？でも普通の人は飛べないの？カムイが抱えて飛ぶのですよ。主人公の女性が無二の親友を抱え共に大空を駆ける。あ、すんばらしい演出だと思いませんか。なるほど、それはいいかも。さあどんと来い、カムイはいつでも準備 OK にゃ。いや、やめとく。はあ、なんでさ、もしかして怖いの。落としたりなんかしないよ、カムイはそんなドジっ子じゃないにゃ。いや、ちょっと待ってください。手を離し友人を落としてしまう主人。なるほど、その演出もいいですね。それで行きましょう。落とします。さあカムイ、すぐにドライバーと一緒に飛んでください。そして思いっきり雲海の中に放り投げるのです。よし、わかったにゃ。待て待て、ビャッコも一緒じゃないと私は嫌だからな。いくらカムイでも二人分は持ち上げられないだろ。今さら拒否はできませんよ。最高のコメディが出来上がりそうなんです。ぜひ協力してください。そうそう、カムイの物語のためにゃ、絶対に逃がさないにゃ。確かにカムイはいつでも自由に生きてるな。当然だよ、カムイは常に自由に生きてるのにゃ。でもそれは本当の自由なのかなってこの前考えたりしたんだよね。あのさ、ドライバーとブレイドって一心同体だよね。それってある意味ブレイドはドライバーに縛られてるってことじゃないかにゃ。それは本当の自由とは言えないよね。ほう、意外ですね。何が？あなたがそんなに真面目に物事を考えていることがですよ。僕はてっきりノリと勢いだけで生きてるのかと思っていました。よしつね、失礼だにゃ。カムイだってものすごく考えて生きてるんだにゃ。例えばここにカムイの大好きな王子舎があるとするよね。でそれをミオが食べようとしている。カムイはも
ものすごくおうち茶が食べたいけど、カムイのドライバーのために我慢しなきゃとも思うにゃ。本当に自由ならそのまま黙って見守るのもいいし、お願いして譲ってもらうこともできる。どの選択をするかはカムイ次第だし、結果がどうなろうとそれもカムイが決めたこと、それが選択の自由ってものだにゃ。確かに、どのように選択し、その結果をどう受け入れるのか、全てはあなたの自由です。ただカムイが取る選択はどちらでもありませんよね。僕の予想だと、あなたは我慢できずにドライバーを殴り倒してオーチェ社を奪う、その一択だと思いますが。いや、分かっちゃう。カムイも悩んだ結果、それしかないって思ったんだよね。それって結局わがままを通してるだけじゃないか。いやいや、わがままもまた自由ということにゃ。何者にも縛られず、あるがままの自分を生きる。嫌いなことはしない、好きなことしかしない、それがカムイの目指す自由な生き方にゃ。なるほど、自由を生きる女性の物語ですか。うん、それもありですね。最高のコメディができそうですよ。というわけで、カムイの物語を完成させるためにも、これからも自由に付き合ってもらうにゃ。